今日は2022年の、えー、と5月の13日金曜日です。えー、と今日の進捗は、えー、となんかリントの設定というか、の CI の設定をあのリントヤムルを使ってあのなんか試せるかなと思って、ちょっと なんかやろうとしてたんですけどよく考えたらまあ昨日言った通りちょっとリント自体の設定がちゃんとできていない気がするので、まあ、これをちょっと今日の夜あのエアプロしてもらって、えー、と解決してからこの、えー、とリントやむるの方はそ,その後か,いあかなっていう感じに思ってますなので、まあ、セットアップ試合の中でちょっとなんか試合、はい 環境をテストするために何か必要かなって思ったら、まあ、とりあえずあのテストの方のテスト YAML の方がテストできるようにあのテストをいろいろ設定しなくちゃいけないと思って R、えー、スペックをインストールするとか、えーとまあ、モデルのテストを書くとかなんかそういうことをやってました一応フ、えー、ルリクフルリクはクローズしたやつから見ればいいか まあ、r スペックの設定は一応なんかル、えー、スペック入れたりカピバラ入れたりカピバラの設定したりファクトリーボットを入れたりとかっていうふうにしてっ、えー、と,となく終わりました。で,で、えーとまあ、この r スペックの設定が終わったからモデルのテストバリデーションのテストが EverydayRails って本に載ってたからそれをやって ちゃえばいいかなと思ってちょっと軽く始めたんですけどなんか自分は全然あのモデルのバリデーションとかを何も書いてなくて最初だからいや何を書けばいいんだろうって思ってなんかあの書籍とかいろんな他の人のすでに完成してる、えー、とリポジトリとかを見てみたんですけどなんかみんなもうあのディバイスを入れちゃってるからあのなんかあのなんだろう えとバリデーションっててちゃんんんと書いてはいないはななですよねなんかディバイスの方のバリデーションの機能を使ってるみたいででなんかそう考えるとまあディバイスも入れなくちゃっていうのもあるんですけどなんかこれはあの CI の環境構築ができてるかどうかをテストするためのテストなんでそこまでしたくないなと思ってとりあえずえー、っととりあえずなんかこう仮の軽いバリデーションを入れておいてでこの R スペックでまあ えーとユーザーがあの名前がなかったら無効ですよみたいなのを書いて、えー、とこのテストは一応通るように、えー、となりました、えー、もうなんかいろいろ自分がアホすぎてなんか分かってないことが多すぎてなんか辛いなーって気持ちあ,れあとはうーんと うんまあとは何かやるべきことがもうイモズル式に出てくるのでなんかあのどこから手をつけたらいいのかが分からなくなってきました。とりあえずでもまあ R スペック入れたのとテスト通るテストがかけたので CI 環境を構築させるためには一応なんか一応まあ下準備ができたっていう状態ですかね。 うん他に言うことないかな。多分ない。以上です。